こんばんは、すももです。今日は世界一高級なロールケーキを買ったので、それを紹介します。銀河工場というロールケーキを作ってる店というか工場があって、で、これ奈良県の近鉄郡山駅から歩いて私は30分でここの工場に行ってきました。で、イートインがあるってお母さんが言ってたんですけど、なんか去年軽減税率の導入によって、そのイートイン自体をなくさ閉鎖されたみたいで、まあそれも私が調べるのが調べてなかった、まあ電話で聞いたらよかったんですけど、まああるもんやと言ってしまったら、イートインで食べようと思ったんですけど、イートインが閉鎖してたので、なんか解凍冷凍してるロールケーキなのですぐ食べられない商品で、さらに私その持って帰るのにも帰りまた歩いて30分、結構持って帰るのもしんどかったし、ちょっと夜寄り道しないといけなかったので、もう持って帰るのを諦めてしまって、で配送料が1000円かかって、まあ冷凍で配送しなきゃいけないので、で結局3000円かかって、もうめっちゃ高かったんですよね。まあ、ロールケーキ自体は2000円ぐらいだったんですけど、で後で調べたら、ネットで見たら、ネットで2本買ったらなんか配送料がタダになるみたいで、なんかもうしくじりすぎて、もうすごい悲しかったんで、お母さんにもお金を払ってもらったんですけど、まあ、1時間は歩きましたし私今の職場の時給が850円なので、時給換算したら4000円かなって、もうそれくらい高級なロールケーキなので、もうすごい悲しかったけど、で私が買ったのは大和郡山の金魚ロールです。でこのやっぱり YouTuber として、なんか昨日も数字多いすぎて終わってるみたいな話をしてて、でまあ味は美味しいのかよくわからへんけど、このいちごで金魚の形が、この金魚が浮き出てるのがすごいいいなと思って、もう YouTuber で買っちゃったんですよねもう私もほんま、おとついのことがほんまショックで、昨日もすっごい落ち込んでたんですけど、もうお母さんの言うことは全部飲みにしやんとこうって思いました。なんか金魚のイラストじゃないけど、金魚のその飼い方とかもなんか後ろに載ってて面白いです。なんか大和郡山市は金魚が有名なんですけど、なんか武士城下町なんですけど、武士がそもそもなんか冬の副業として金魚を飼ってたらしくって、なんか副業されてたって、すごい今の時代にも通ずる人たち、賢いなって思いました。もうこれで美味しくなかったら本当ショックやわ。まあ多分美味しいと思うんですけど、でこれ冷凍されてますので、1本丸ごと冷蔵解凍する場合は約14時間ということです。もう明日10時ぐらいには食べれると思います。でカットすることによって解凍時間を短縮することもできるみたいです。でまあ私みたいに直接工場に買いに行かなくても、さっき言ったみたいに通販全国できますし、日本買ったら配送料とかも無料になります。でそのロールケーキ以外にも
なんかこのシフォンケーキとか、あとアイスで、アイス私実はイートインないんですけど、その伝票とか書くところで店の人もさすがにかわいそうやって思ってくれたみたいで、アイスはそこで本当は食べたらダメですけど、そのなんか店の方の配慮でこの銀河アイスっていうのを食べさせていただきました。でなんか結構すごい奈良県内の契約牧場、牧場で作ったなんかすごい無添加のアイスらしくって、で高級料理店とか高級ホテルとかで結構取り扱ってるらしくって、私アイスはそこでイートインじゃないんですけど、イートインで食べて、で私はチョコをいただいたんですけど、あ確かにすごい美味しかったです。30分歩いた価値はありましたもうなんか悲しくって、アイスが美味しかったっていうのはすごい覚えてるんですけど、まあ私の YouTube 見て直接買いに行かなくて、まあ車で行かれるんだったら 2,3 時間はその保冷バッグみたいな買って、まあ、それも有料だったんですけど、まあ 2,3 時間は持つみたいなので、まあ車で 2,3 時間で行けるんだったら車で行った方が、まあ、原価は安くなると思うんですけど、まあそういうのもしんどいし、他にも今回私は赤の金魚の方を買ったんですけど、チョコレート味にデメキン、黒のデメキンちゃんの味もあって、チョコもすごい美味しそうだったし、で普通のスタンダードなこのロールケーキもすごい美味しそうだったし、プリン、銀河プリンも美味しい、なんか名前が銀河工場っていうのがロマンスがあっていいなって思って、で、まあ、今回私は失敗しましたけど、皆さんはネットでも買えますので、ぜひご利用、ネットなどを使ってご購入をしてみてはいかがでしょうか。まあ明日また食べるところもレポート切るところとかも見せられたらいいなって思います。やっと金曜日でちょっとホッとしてます。皆さんも週末ご苦労様でした。バイバイ。